満点間違いなし、大丈夫。父っぽく言ってみた。ユリ、お前なんでそんなことを知ってるんだ。薄気味悪い魔女め。やはり勉強の強制は少し酷か。俺は貴様に預ける。何を言ってるんですか。お、かっこいいな。チーターか。いや待て、パンダさんだろ。牛さん、学校にいたやつ。たと、子供用のバイオリンだぞ。